人間は洗脳されていくんだな。チャオ、ハングリーキャットです。本日はどうして私がワーキングホリデー先にトロントを選んだかについてお話ししていきたいと思います。ニコニコ。まずワーキングホリデーという制度をご存じない方もいらっしゃるかと思うので、そちらについてお話ししていきたいと思います。すいません、一番大事なところが抜け落ちてたんですけれども、ワーホリとは海外で仕事をしながら海外生活、語学留学、旅行が楽しめるビザ制度となります。ワーホリを使用できるのは日本国籍を有する18歳から30歳の方、全部の国に行けるのかと言われるとそうではなくて、ワーホリ協定国がありまして、現在は26カ国ですね。代表的なのがイギリス、カナダ、オーストラリアなどです。ワーキングホリデー協会さんのページに詳しく書いてあるのでぜひご覧ください。どうして私がカナダを選んだかというと、これは不純な動機でカナディアンが怒ると思うんですけど、アメリカに近いからですアメリカにはワーホリ制度がございません。まずですね、私が海外に興味を持ったきっかけなんですけど、子供の頃から母の影響で洋画とか洋ドラマ、洋物大好きな子供でした。ハリウッド映画ってやっぱりアメリカ万歳みたいなのが多いじゃないですか。頭の中はもうアメリカナイズされた子供だったんですね。なのでアメリカに対する憧れがとても強かったです。こうやって人間は洗脳されていくんだなってすごい思います。ニコニコ。小学校の時に周りのみんながアイドルにハマる中、私はなんかしっくりこなくて、アパレルショップとかで流れてるこの曲は何なんだろうってずっと思ってたんですよ。それが洋楽だっていうことに分かって、中学からどっぷりと洋楽に浸かり、見事に中二病的な感じですね。洋楽以外聴かないんだみたいな女子になります今も続いててほぼ洋楽しか聴きません。そういった洋物好きから海外に住みたいという願望が強くて、親も旅行が好きだったので小さい頃から割と海外旅行は行ってたんですけど、住んでみたいなってずっと思ってました。大学生の時にいろんな文化とか価値観に触れてみたいな、自分で英語を喋って会話してみたいなと思いました。大学って夏休みが長いと思うんですけど、その1ヶ月間を使って語学留学をしようと決めました。選んだのがトロントでした。なぜトロントにしたかですが、トロントの皆さんすみません、アメリカニューヨークシティに近いから。バンクーバーはって言われるかと思うんですけど、一番大きい都市に行きたかったのでトロントにしました。アメリカに比べるとカナダは授業料が安いです。で、私はヨーロッパも大好きなんですけど、じゃあイギリスはって思われるかもしれないんですが、これちょっとイメージになっちゃうかもしれないんですけど、イギリスはやっぱ白人至上主義の方が多くて、アメリカとかカナダの方が人種がミックスしているので差別も少ないかなっていうのと、アメリカナイズされているので、アメリカに近いカナダの発音の方がいいなと思って、あと銃社会とかでもないし治安も割といいよと聞いていたのでトロントを選びました。トロントに行くぞって決めて、バイトを頑張ってお金を貯めてチケットをもう取って、エージェントさんは学校の手配とホームステイ先の手配をしてもらいました。1ヶ月だけ留学して、日本人の友達も外国の友達もいっぱいできて、すごく素敵な思い出になったんですね。で、日本に帰ってきて、今度はワーキングホリデーに行きたいなってずっと思ってたんですけど、東京の生活に順応し、その時ジムに行ってたのでエアロビクスが楽しすぎてなかなか決断できず、でもこのままだと私後悔すると思って、会社を辞めたタイミングでトロントにまたワーキングホリデーで行こうと決めました。これは私の中ですっごく大きい決断で、いろんなものとさよならしなければいけなかったので、でもトロントに来てみてよかったなとは思っております。はい、大まかですが、私が留学先、ワーホリ先にトロントを選んだ理由は以上になります。アメリカナイズされてるっていうことでした。はい今コロナの影響でこんな状況なので、留学ワーホリの時期が伸びてしまった人もたくさんいるかと思いますが、少しでも参考になれば幸いでございます。では本日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオー。